勝山市の1月の定例、記者会見を行いたいと思います。まず市長、挨拶をお願いいたします。改めまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。息のない、正月で久々ですけれども、なんか非常に暖かくてですね、今まで息がなくても寒いことは寒かったんですけども、その辺がちょっと心配です。まあ、心配というのは、やはり勝山市奥越の経済は息が降ることによって回っているという側面がありますし、特に勝山市の場合はスキージャンプ勝山という大変息の必要な大規模な施設なので、さらには農業関係の方に聞いておりますと、秋に生まれたいわゆる、イノシシの秋子というのがですね、この冬を越してしまって、春には大量に出てくるのではないかということが危惧されております。さらには農業用水にですね、特に山間地の場合は谷川の水が池によって、淡水されるわけですけども、こういったものもあるんだとか、また麦ですね、麦が本来は雪によって壊れているから大丈夫なのに、それが壊れてないので育ちすぎるというね、そういういろんな情報がありまして、ちょっと心配なものもございます。また勝山市の今年の懸案事項といたしまして、課題になっております長尾山の、整備ですね、特に、県が80万人、90万人、100万人を目指そうということになりますと、公園内の道路とか駐車場の整備をしなければなりません。そしてそれに伴って、入ってくる方々の経済効果をさらに高めていくという意味で、勝山市の駅は道の駅の整備ということを、計画に出しておりまして、これをいかに具体化していくかといったようなこと、さらにはそれと同じように、街中の観光施設として、整備しようとする、これは商工会議所が主体となった町づくり会社が手がけるということになりますけれども、これに対する支援、そして、その道筋を確認していかなきゃいけないといったようなことがございまして、いろいろ課題が多い年となります。しかしそういう中でも、いつも私も年頭の挨拶と言ったわけですけれども、行政の仕事というのは限りがないわけでありまして、課題問題というのは次から次と新しい時代が特に出てくるといったようなところで、それに正面から立ち向かって、そしてその解決策を考える、また住民の市民のためになる形を構築するということが必要であるということを言っております。そういったことで今年もどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では記者発表内容に移らせていただきます。まず1番目、平成28年1月勝山年の市について商工振興課よりお願いいたします。それでは商工観光部長の向かいます。どうかよろしくお願いいたします。資料ナンバー1をご覧いただきたいと思います。毎年勝山市 の冬の行事でございます。28年1月勝山年の市の開業でございます。今年は1月の31日、午前8時半スタートの、おおむね午後2時ということでございます。開催場所は例年の通り本町通りですが、後でちょっとご説明しますが、若干場所が狭くなっています。それから主催につきましては、本町通り商店振興組合、商店会振興組合で、共催に私ども勝山市、そして商工会議所、公園としまして観光協会、駅伝鉄と、電車利用の促進会が入っています。出店数でございますが、全体としまして48店舗です。内訳を申し上げますと、市内32、県内11、県外5店舗ということで、昨年と比べますと差し引きで2店舗減った状況になっております。物販がこの年の市主でございまして、物販33、そして飲食関係が8、
7でございます。入り込み客数は昨年2万人でしたが、これはかなり雪の量ですとかお天気に左右される部分もあろうかなと思います。今回主な内容としまして、町競りというのを一つ考えています。競りをするしながら、その場でオークション形式で売るような形で、今関西の方で商店街の復興などに利用されている考え方だということで、ちょっとアドバイザーをお願いしまして、商工会議所の方で昨年来研究してきまして、今回年の位置で1回実験的にやろうということで今研究しています。10時頃から5店舗程度場所を選びまして、競りを通じて参加者にお店や商品のこだわりポイントをお店のスタッフの方が PR しながら物を売ると、こういったことを通じて個展に魅力を感じた参加者を固定客につなげていくということで、そういった関係の職種の方が今回も参加していただくのかなと、きっちりとまた参加いただく商店決まりましたら別途お伝えをしたいと思います。村の達人につきましては、中森息子さんですね、国雄さん、それから御座帽子松田太郎さんのわら細工、横山光子さんの法事寿司をまたやりたいと思います。何点か地図見ていただきますと、勝山市がエコミュージアムでジオパークでお勧めとります、関係のまちづくり団体が参加をしていただくというのも例年の通りです。荒戸町の炭の民芸品、それから情報の里研究会のボタン餅、農機風の里のエゴマユ、あゆを楽しナム会のアユ、そしてサバの慣れ寿司、カフグリの慣れ寿司等がございます。で、チラシの裏面に24店舗の年の市応援団というのを今回振興会のことでお願いしまして、その場の参加員ではないんですが、いろんな形で年の市を応援してますということで、チラシの裏に PR をしていただいているということです。タイアップ事業としまして、年の市ツアー、資料が年の位置のチラシの次に A4 のチラシを入れています。越前鉄道の主催になりますが、年の位置ツアーがあります。申し込みが1月の25日まで越鉄のお客様相談室の方ということですが、こちらの方で勝山駅集合ということですので、福井野から来ていただける方などは、その日のフリーキップを使っていただくことになりまして、勝山駅集合で参加費はサポーターズクラブの方は2700円、それ以外の方は1000円アップの3700円ですが、2700円の中にサバの慣れ寿司を1本、それから昼食、かなり豪勢な昼食、それから夢折り行きますので丸玉クラフトの体験、あと、クニフのストラップのプレゼントなどもありますので、ぜひ参加していただくと、これ充実しているというふうに私どもも考えています。また無料シャトルバスの運行もございますし、ガラガラ抽選会などでそば券ですとか村の達人の商品などもやりたいと思っています。こちらの A3 のチラシ見ていただきますと、昨年より変わったところなんですが、いわゆる原木線よりも紙手に、実は昨年まで一部村の達人コーナーですとかガラガラ抽選会ですとかがあったんですが、それが実はなくなりまして、すべて事業を信号より下手っていうんですか、原木線より下手の方でやるように変わっています。そのか変更点となっております。またチラシの中にはいろんな割引券などもきっちり入れてますので、ご活用いただくといいかなと思います。説明は以上です。またよろしくお願いいたします。はい、続きまして祈りの道ホワイトヒーリング馬宿に、越前加賀美食フェアの開催について観光政策課よりお願いいたします。観光政策課山内でございます。よろしくお願いいたします。それでは手元資料、ナンバー2をご覧いただきたいと思います。祈りの道ホワイトヒーリング馬宿に越前加賀美食フェアということで、こちらの方はですね、越前加賀宗教文化街道、祈りの道推進協議会というのがございまして、こ
こちらのは平成23年度に発足されました協議会でございます。で、構成団体としましては、ここに記載の通り、勝山市をはじめですね、阿波良市、堺市、永平寺町、そして石川県の加賀市ということで、この五市町で構成しております。この団体が一応今度、昨年阿波良市と勝山市が行っておりますし、阿波良市におかれましては一昨年単独で、行っておりますが、ホテルニューオータインでの、まあ、食のフェアということでございます。目的といたしまして、宗教文化資源を有する越前加賀広域が連携し、地域の人の営みや満ち溢れている食文化の魅力および情報を首都圏に発信することにより、祈りの道、ホワイトヒーリング、勝山、阿波良、堺、永平寺、加賀の知名度向上を図るということでございます。日時につきましては、平成28年2月の8日月曜日でございます。会場はですね、今ほど申し上げました通り、東京の方のホテルニューオータニ、鶴の間ということでございまして、玄関から入りまして左手の大きな部屋でございます。そして取材は、越前加賀宗教文化会と祈りの道推進協議会ということでございます。講演といたしまして、福井県、石川県、両県にまたがりますので、両県の、講演をいただきたいと考えています。参加団体といたしまして、各市町のほかにですね、各市町の観光協会、また旅館組合、各市町の、まあ、商工会、商工会議所、そして各市町の農業協同組合、そして各市町の酒造組合等ということで、こういった民間の方々にも一応ご参加をいただきたいと考えております。そして参加者でございます。参加者と申しますか、招待者でございますね。こちらの方は、旅行会社、交通事業者、メディア関係者、商業関係者、行政関係者、まあ、またあと地元ゆかりの、関係者ということで、合計500名程度をですね、ご招待をしていただきたいと思っています。多分昨年までの実績で申し上げますと、大体8割程度のご出席ということでございますので、まあ、大体400名ほどのご出席をいただけるのかなというふうに想定しております。内容といたしましては、同日、1部と2部に、構成されておりまして、1部の方では、観光プレゼンテーションを行います。こちらの方は午後4時から午後5時15分までということでございます。内容的にはホワイトヒーリング越前加賀宗教文化街道を紹介する、まあ、VTR がございますので、こちらの方をご覧いただきたいと考えております。また祈りの道ホワイトヒーリングのプレゼンテーションを、行いたいということで、まあ、各市町の、まあ、宗教文化街道にこう即したような、内容のプレゼンテーションを考えております。また、祈りの道の、ホワイトヒーリングの PR ということで、またそういう、ポスターですとか、そういった点も、紹介をさせていただきたいと考えております。で、続きまして、第2部といたしまして、ホワイトヒーリングの食のフェア、こちらの方が食談会になっておりまして、午後5時半から、まあ、午後7時までということでございます。内容といたしましては、交流パーティー、これは地元食材の料理と。いうこと、そして地元自慢料理、精進料理等の試食、まあ、自作での試飲、そして参加団体の、ステージ PR、そして、商工とか、まあ、観光の PR コーナーも設けさせていただきたいと思います。なお、この、第2部の食のフェアの方では、メインゲストといたしましてですね、中尾明様、そして、池波志乃様、このご夫妻にご出演をいただきまして、簡単なトークショーをお願いする予定でございます。そういったことで、まあ、たくさんこう盛り上げていただくということでございます。なお、担当は事務局といたしまして、阿波良市の、まあ、観光商工課の方が担当しております。まあ、そういうことで一つ、また取材の方よろしくお願いします。はい、では3番目、片役年間夢折れ勝山、前玉の飾り付けについてお願いします。ではよろしくお願いいたします。資料ナンバー3でございます。片役年間夢折れ勝山では、まあ、これ毎年行っているんですが、この前玉飾り付けを1月15日午前10時から11時15分の予定で実施をします。片役年間夢折れ勝山の体験コーナーを使いまして、古くから勝山市では養蚕がうまくいきますように、各家ですとか旗屋さんで前玉飾りを正月頃に行っていたとお聞きをしております。
こういった中で、畑屋記念館では例年、前田が具材を行っています。今年は近谷保育園の園児の方、5歳児の方16名をお招きしまして、まず最初、前半、NPO 法人の担当の方から前玉飾りについてお話をしていただき、その後園児の方々と一緒に飾り付けをすると、そういったことを考えておりますので、当日主催の方をどうかよろしくお願いをいたします。以上です。では続きまして4番目、国際交流サロン中国春節パーティー2016について未来創造会でお願いします。未来創造会の大塚でございます。よろしくお願いします。私からは中国春節パーティー2016についてご案内をさせていただきます。資料はナンバー4をご覧いただきたいと思います。国際交流サロンと申しますのは、ご案内の通り、例えば中秋節とかあるいはクリスマスなどの機会を捉えまして、国際交流、あるいはそういった親睦を深めていただくために開催するものでございますが、今年もですね、中国春節パーティーというものを開催をさせていただきたいと思います。春節、今年は2月の8日が、春節に当たるかと存じますので、その前の日になりますけれども、2月の7日の日曜日、午後1時から、教育会館1階の料理教室に向きまして、いろいろなその、調理実習と合わせましてお楽しみいただきたいと思います。定員につきましては20名ということでございますけれども、これは会場の都合がありますのでこういった設定をしておりますが、若干の前後は受けられるかと思います。当日お持ちいただきたいものは参加費100円と、調理に使いますエプロン、参加費、タオル等でございます。イベントの内容といたしましては、今年で10回目になりますけれども、水餃子作り、それからニャンガオという、なかなか日本ではお目にかかれないと思いますが、中国でいう、かわいもちのようなお餅といったものをですね、一緒に中国者と一緒に召し上がりながら国際交流を深めていただきたいというふうに考えています。申し込みにつきましては、市役所未来創造課までということで、ぜひ広報の方にご協力くださいますようお願いいたします。私からは以上でございます。前半4項目が終わりましたので、記者の方がここまでで、質問などありましたらお願いいたします。新規出店ですね、昨日ちょっと内部で説明したのと若干数字が変わってるんですが、申し訳ない。再度やってこられた方を含まして、8店舗が新規出店になっています。そういう意味で、ちょっと数え方はちょっと微妙なんですが、今回見送られたところは10店舗ということで、差し引き2店舗の限度です。新規で主なところを申し上げたいと思います。この資料をちょっと見ていただいて、一番左に出店者販売商品という一覧がありますので、そこを見ていただきますと、2のまちづくり松山、夢オレの NPO でございますが、それから11の丸山提灯店、12の松田菓子舗さん、これ今回会場が信号よりも下手になったというところもありまして、出店という形で出てきます。それから17の、玉木振り出し市さん、20、エコミュージアム協議会さんは、実は今回はエコミュージアム協議会として出るのは新聞です。それから28、北谷食産グループさん、これはサイでございます。以前出ていただいてた時期がございます。34の吉水さん、これも会場の変更の関係がございます。それから右の方行きまして、出店者販売商品というところがあるんですが、ここの3番目、染網風見さん、
ここも真でございます。これも8点が真です。以上です。他にございますか。調べてお伝えしたい。ではまた後ほど質問を設けますのでよろしくお願いします。では続きまして5番目、健康の駅ゆったり勝山1周年記念ゆったり祭の開催について健康長寿会をお願いします。健康長寿会桜井と申します。よろしくお願いいたします。資料ナンバーをご覧ください。健康の駅ゆったり勝山1周年記念ゆったり祭りについてご説明をしたいと思います。1月17日日曜日10時から15時開催予定でおります。ゆったり勝山は昨年1月18日にオープンしましたが、ちょうど1年を迎えることとなりました。それで今回はステージイベント、屋台コーナー、健康コーナー、飲食物の販売ということで企画をしております。で、来場者の方には初心者タオルになるんですが設定をする予定でございます。ステージイベントといたしまして、午前の部は10時半から平泉保育園の園児さんにゆったり勝山ダンスを披露していただきます。それから11時30分からはアドバンスターということで越前大塾のところで中村さんが教室をやっていただいてます子どもたちによる踊りを披露していただきます。また午後の部ですけれども1時からは野向町の龍神子ども太鼓の披露をお願いしております。屋台コーナーといたしましては輪投げとか脳トレパズル、ダーツ、けん玉、それからスタンプラリー抽選会等も実施を予定しております。また健康コーナーといたしまして健康相談、それから血管年齢測定、骨密度測定、脳年齢測定などをする予定で、こちらの方でちょっとアンチエンジングの測定といたしまして一応の結果を出せるようなことを考えております。それから飲食物の販売といたしまして市民活動ネットワークの協力を得ましてぜんざいカレー等を販売する予定でございます。1月17日のお湯は湯もみ湯として今回実施をいたします。で、休憩等は無料で実施しておりますのでまた報道をよろしくお願いいたします。はい、では続きまして、健康チャレンジ講演会及び健康チャレンジ達成者抽選会について、健康長寿会。それでは資料ナンバー6の方をご覧ください。健康チャレンジ講演会についてということで、健康チャレンジ事業は5月から11月までウォーキングを中心、ウォーキングで100ポイントを貯めていただく事業を実施しました。それを記念しまして健康チャレンジ講演会および健康チャレンジ達成者の抽選会を1月31日日曜日、講演会の方は1時半から2時40分、抽選会の方を2時45分から3時15分で市民交流センター2階のホールで実施をいたします。講演会の方の内容ですけれども、健康の街勝山の実現に向けた健康チャレンジ2年目の効果と題しまして、福井大学教育地域科学部人間文化講座イギリス都市立教授にご講演をいただきます。昨年の状況、それから今年やった方のデータ等を踏まえた講演となっております。それから達成者商品といたしまして38本、1等は5000円相当のお肉、それから2等は3000円の商品券、3等は2000円のお食事券、4等は1000円相当のタオル、5等は500円の図書券、図書カードということで達成者の方から抽選をいたします。また報道をよろしくお願いいたします。
はい、では7番目の第47回少年少女スキー大会および第61回市民スキー競技会の開催について、国体スポーツ会でお願いいたします。スポーツ局長の池田でございます。今年も各種大会を開催してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。資料ナンバー7をご覧いただきたいと思います。第47回少年少女スキー大会および第61回市民スキー競技会の開催を予定をしております。少年少女スキー大会の日程につきましては、1月の31日日曜日にジャイアントスラローム、会場は明るならスキー場を予定しておりますが、雪不足の場合はスキージャンプ初山をお願いをしております。クロスカントリー競技は2月6日土曜日、初山競技の森山本公園クロスカントリーコースをで、開催をいたします。1枚めくっていただきまして、市民体育大会でございますが、ジャイアントスラロームについては少年少女スキー大会と同日の1月31日、アルペン競技を開催をいたします。そして、クロスカントリーについては2月の7日日曜日に、名古屋山総合公園クロスカントリーコースで開催をしておりますよく、もご案内したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では8番目の観光ボランティアガイド養成研修会について観光政策会でお願いします。はい、再び観光政策課です。よろしくお願いいたします。それでは資料ナンバー8をご覧いただきたいと存じます。観光ボランティアガイド養成研修会でございますが、今回は、平成地を、中心とした、養成研修会を行っていきたいと思います。まず目的といたしまして、多くの観光客の訪れます、国史的たくさん平成地で活躍している、観光ガイドを養成しまして、観光地としての魅力を高めるとともに観光ガイドの継続性を高めていきたいということでございます。受講費といたしましては無料でございます。受講日時でございますが、1月、2月、3月いずれも第3火曜日でございます。1月は19日、2月は16日、そして3月は15日ということで、第3火曜日のいずれも午後7時から午後9時ということでございます。会場といたしまして教育会館3階の大広研修室でございます。対象といたしまして観光ガイドとしてボランティア活動に興味のある方は、どなたでも結構だということでございます。講師は勝山市観光ガイドボランティアクラブの皆さんにお願いをさせていただきます。今回は白山平泉寺に訪れました観光客をガイドすることを目的とした、講義内容となっているということ、そして原則3日間すべての実行が必要であります。そして実際に観光ガイドとして活動するには本研修会の受講もですね、実地研修などが必要となりますので、今後春以降ですね、追加研修会も一応計画をさせていただきたいと考えております。そして観光ガイドの皆様には勝山のふるさと検定の初級以上を取得していただきたいということで、勝山市に関する知識を広く保有していただくような努力もしていただきたいというふうに考えております。申し込み先は勝山市観光政策課でございます。以上でございます。どうかご同もよろしくお願いします。ではちょっと資料と表題が違ってますが、9番目、ジオパークによるまちづくりを考える集いの開催についてジオパークまちづくり課よりお願いします。ジオパークまちづくり課の山内でございます。よろしくお願いいたします。ジオパークまちづくり課の方から地域資源を生かしたまちづくりを考える集いについてご説明申し上げます。日時は1月26日火曜日午後6時半から、会場は勝山市福祉健康センター健やかで行います。開催の目的は恐竜渓谷福井勝山ジオパークが平成27年12月に日本ジオパークの再認定を受け、今後もさらにジオパークによるまちづくりを展開していくため、その第1弾として地域資源を生かしたまちづくりを考える集いを開催いたします。また講師をお願いしました沖世界ジオパークの取り組みを学ぶとともに、今年度積極的に活動している団体を紹介することで、今後のジオパークまちづくり活動への参考にし、
活動の広がりにつなげたいと考えております。事業は当市のまちづくりを主体的に担うエコミュージアム協議会が主催し、勝山市、そして勝山市ジオパーク推進協議会が共催いたします。内容につきましては2部構成で、第1部は沖世界ジオパーク推進協議会事務局長の野辺和弘氏を講師にお迎えし、誇りを持って地域を語ると題した講演会を行います。第2部は今年度ジオパークの要素をまちづくりに加え、積極的にまちづくり活動を展開しております平泉寺町まちづくり推進協議会と室戸女性の会がまちづくりの事例発表を行い、その後に講師や参加者と意見交換を行います。また新たに休憩時間を利用しまして、エコミュージアム協議会の食の部会がそれぞれの団体で地場産品を使って商品化に向けて取り組んできました成果でありますぼた餅や里芋バーム、シフォンケーキなどを参加者に取り組みを説明するとともに試食を行います。参加は無料で事前申し込みは不要となっております。当日会場にお越しいただければと思いますので、取材につきましてよろしくお願いいたします。以上です。はい、では9つの記者発表内容を発表させていただきました。記者の方から質問などございましたらお願いいたします。山口市長はボランティアガイドなんですけど、この市のボランティアクラブというのは何人ぐらいの方が、まあ、一応登録会に入っている方々というのは20名弱みたいな方がございますが、実際ガイドのできる方というのは10名そこそこというところでございます。で、年々ちょっと高齢化がちょっと進んでおりますけど、まあ、後継者育成というか、まあ、あと平泉寺に特化するというのは、まあ、たくさん覚えられないというのもあるんですけど、やはりその平泉寺の需要が高い、おっしゃる通りでございます。この研修会は毎定期的にやられてるんですか？ですね、今回の久々に去年は行っておりませんし、まあ、久しぶりということになります。勝山の検定というのもありますけれども、そういったものを合わせて勝山の知識を見ていただきたいという合わせてというのがあるんですか？そこはしっかりとリンクをして、必ずそういった初級の検定などが該当する人については必須というような考え方を持ちたいと思っています。実際住民じゃやっぱその全然対応できないですね、24年度から3か年かけまして、まあ、県 の、 ふるさと創造プロジェクト事業ということで、まあ、ハード的に、まあ、ソフト的にこう整備をしていただきました。大変きれいになりまして、ちょうど精進坂の前あたりが大門周辺と申しますが、その大門周辺が大変きれいになりました。そういったことですとか、今回の北陸新幹線の開業によりまして、金沢開業によりまして、まあ、客足がこう増えてきた。それと、またその JR の、 吉永小百合さんの JR 東日本の大人の休日クラブというようなことで、まあ、PR をしていただいている。で、いろんなこう効果がありまして、かなりのこうお客さんがお見えになっています。で、現に今年特にですね、 JR さん、そして、まあ、JTB さんのツアーが来たいということでバスでお見えになりまして、その都度観光ガイドの要請もいただいているところでして、なかなかこう日に例えば観光バスが一度に4台が来ることもございましたし、日にこう朝からこうずっとなりますと、なかなかこう人の回しも難しくなってきているのが状況、まあ、現状でございます。そういったことで、まあ、少しでもですね、皆様のこうおもてなし平泉寺をこう知っていただくために、やはりちゃんとしたガイドをこう要請して、ちゃんとしたおもてなしでガイドをしているというふうなことになります。平泉寺でバス運行士だと思うんですけど、あれは結構どのぐらいの実績だと思うんですか？
10月の24日から、11月の23日まで、十数日一応走らさせていただきました。で、まあ、ジャンボタクシーということで、運転手さん、案内のガイドさんを除きますと、まあ、8名さんまでの乗車できるというような状況でございますが、トータル99名のご利用いただいたわけでございます。まあ、ちょっと予想していたよりは半分ほどしかなかったわけなんですが、やはり今後ですね、こういったことをまた新年度もこうできたら行っていきまして、さらにそれがですね、まあ、事業者の方々がタクシー観光みたいな形でこうご案内できたらというふうに思っております。すみません、同じくなんですけど、それでまあ観光客が増えてるっていうのは、まあ、例年に比べて何割ぐらい増しているのか、次のことで分かります。今歴年で1月から12月まで の, 多分県の方からまた今年も要請があると思うんですが、観光、まあ、動態調査というのを行っておりまして、大体3月から4月ぐらいに県の方から県全体の観光客数等を発表しているわけなんです。で、ただいろんなこう県の方の指示もちょっとございまして、何とも言えないんですけど、まあ、昨年はちょっと工事の加減もございましたので、何割っていうのは今ちょっとつかめてませんが、まあ、私らがこう見る限りでは、まあ、かなり、まあ、3割、4割、5割ぐらい増えているのかなというふうに思っています。他にいい質問などございますか。その他はもう特にないんですが、記者の方からこれといった質問だと思います。市長が失礼します。年末年始はどう過ごされてました？年末年始ね、難しかったんですけど、まずはやっぱりいつも時間がないもんですから、家の周り の, 整理整頓とか、それから自分の部屋とか家の中の整理とかねしまして、それから、従来ならスキーに1回ぐらい行きたいんだけども、スキーは行けなかったんですが、ただ、福井放送さんがね、実況を取るということで、スキージャンプの人工雪のスキー場で、1時間を滑ったんですけども、あれは実に滑りにくいんでね、いや僕も人工雪滑ったの初めてなんで、普通の雪よりもこう、よく削られるんだから、砂みたいな形でたまるんですよ。だからああいう狭いところにボーダーがたくさん入ってるから、すごくデコデコでね。で、僕はどちらかというと、急でもっと、どう言ったらいいかね、きれいな場面、斜面を滑るのが好きなんですけども、撮るときに、ほとんど斜度がないところを、約20メーターほど滑ってきてくれって言われるから、全然腕の発揮したことなくて、それよりも一番気をつけたのは、実況だったから、転んだりなんだと思って、非常に慎重に滑りました。まあ、しかし、これは若音ちゃんの応援のね、ためのメッセージを、ああいう場面で取るということで、それについては、まあ、ほぼ考えた通り、効果は出たんじゃないかなと思います。それから私も毎年自分で年賀状を作るんですけども、今年はいろいろ忙しくてね、作る暇がなかったんだけども、やっぱり作らないかんということで30日に思い立ってね、勝山のいい場所を探して写真を撮りに行ったんだけどちょうど霧が出ていて、勝山城が大野の天空の城に負けないほど素晴らしいシーンがあったもんですから、
それと清名岳をバックに写真を撮って、ね、で急遽それで350枚を自分で印刷して、でその上に、皆さんの、いただいた皆さんの、住所を撮影させるという作業が、2日間続きましたから、正月はそれでほとんど続いてなかった。だから非常に忙しい。その他ございますか。よろしいでしょうか。はい。先ほどの平泉寺の その有機化がどういう数字かということで、今きちんとした観光客の数字はもう少し今精査にはならないんですが、バフォーガの入館者数の1月から12月と26年、27年の数字が出ています。26年が 25,462、27年が 27,831 ですから、1割弱ですかね、増というのが、マホロバの数字になっています。観光客の方でどのくらいの方が今マホロバに入っているかというのは、また別になりますので、一応参考資料ということでお願いします。ではよろしいでしょうか。ではこれをもちまして勝山市の1月の定例記者会見を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。